はい、グッチバルーンカンパニーのカネさんです。 I'm カネさん。 Thank you everyone。 みんな元気にしてる？今日はちょっと面白いことをしてみたいと思います。 This shape、 耳つき風船ね、to you、 This shape バルーンが Change frog。 いってみましょう。 It's very easy。 はい、じゃあいきますね。よいしょ、こうやってこうか。まず、これを膨らませていきます。最初にね、エアをフリーズインフレイク、よいしょ、ワンサイド、アザーサイド、空気抜きます。はい、まあ、このぐらいでいいと思います。そしてこれをプリーズタイ、結んでください。だから、この This is like frog shape、 カエルの形になるでしょ。これはカネさんがバルーン教室の時に子供が実際にやって、あ、子供ってすごいなと思って感心した、シェイプの、このバルーンの使い方ですね。だから、耳つき風船でも大きく膨らます方法もあれば、違う形のカエルになる使い方もあるんだということを今日は覚えていただけたらなと思っています。口を描きましょう。こういう感じかな。とても簡単です。 Very easy。 And 僕は This Maki、Very nice、 Very good pen、 White oil base pen。 これをここに落としていきます。ドロップだけ。そしたらまたちょっと雰囲気変わるからとてもいいんじゃないかな。はいはい、トゥフロッグ、これを使って次の動画はこれを使ってまた違うものを作りたいと思います。では See you later。 バイバイ。